僕無料ブログのこのメリットは本当に大きくてワードプレイスよりも無料ブログの方がいいんじゃないかって思うのがこの3つ目の理由です。一番最初にお世話になったブログが FC2 ブログでした。SEO で戦いにくいような領域っていうのは、アメブロを紹介したりすることもあります。今日のブログ講義は、ブログのプロが選ぶ無料ブログ参戦ということで、珍しく無料ブログの話をしてみようかなと思います。で、今日無料ブログの話をするんです。 まあ僕が、僕の視点でね、この無料ブログがおすす,めおすすめだよっていう話をするんですが、ですが、基本的には今まで言ってきた通り、ワードプレスがおすすめです。特にアフリエイトをやるとか、まあ、アフリエイトだけじゃなくて、アドセンスとかも含めてもいいんですけど、収益化をするんだったら、ワードプレスがおすすめです。なんですけど、まあ、いろんな事情があって、ワードプレスではちょっとブログできないなっていう人もいると思うので、そういうどうしても無料ブログをやりたい人向けに話す内容だと思ってください。 はい。で、先に無料ブログのメリットをちょっとだけ話します。無料ブログのメリット。まず1個目。何と言っても無料でできることですね。まあ当たり前なんですけど。無料ブログなんで無料でできるに決まってるんですけど。まあ無料でできるっていうのはやっぱり大きくて、ワールドプレスでブログやろうと思うと普通にレンタルサーバー借りて、ドメイン借りてとかってなるんで、まあそこでどうしてもお金かかってしまうと。まあそれは当然そうすることによるメリットもあるんですけど、やっぱりその、お金を出すことができないっていう人もいますよね。まあ月に1000円ぐらいのお金なんですけど、ワールドプレスで。 ブログをやるってなると。まあ、ほとんどレンタルサーバー代になるんですけど。ただ、どうしてもそのお金が出せないという人もいたりするんで、そういう人にとっては無料ブログっていい選択肢かなと思います。で、それに付随するんですけど、無料ブログの場合は、すぐにブログやめることができます。まあ、ワールドプレスでやろうと思うと、そうやってレンタルサーバー借りたりとか、ドメイン取得したりとか、有料テーマ買ったりしますよね。そうすると、なんだかんだでお金が、まあ、そんなに高いお金ではないにせよお金が出ていくので、せっかくお金を払ってしまったんだから、やらなければいけないと。 まあこれがいいのか悪いのかっていうのは人によって違うんですけど、まあそうやってね、自分がこう出したお金をなんとか回収しようとするのかサンクコストとかって言ったりするんですけど、まあそのサンクコストがあるんでね、やめられずにこうズルズルやってしまって、なんか別のいいチャンスを逃したりもしたりするんで。はい。まあでもそうやってお金払ってるからこそ、あ、頑張んなきゃって言って、モチベーションにつながって継続することができるっていうところもあるんですけど、まあ無料ブログの場合だったらお金は出さないので、ああ違うな。自分にはブログ向いてないなと思ったらやめられるっていうのは大きなメリットかなと思います。 はい。で、最後、三つ目ですね。三つ目のこのメリット、結構大きいなと思っていて、僕、無料ブログのこのメリットは本当に大きくて、うん、なんだったら、本当にブログ超初心者とかで、練習でブログやるんだったら、ワールドプレイスよりも無料ブログの方がいいんじゃないかって思うのが、この三つ目の理由です。これ何かっていうと、セキュリティとかメンテナンスについて、一切何も考える必要がないっていうことですね。 はい。これどういうことかっていうとですね。まあ、ワールドプレスをやってる人だったらピンとくるかなと思うんですけど、ワールドプレスって基本的には自分で完全にブログを所有するんです。だから、それの管理とか運営とか、もうほぼ100%自分でやんなきゃいけないんです。正確に言うと、レンタルサーバーで、サーバーはレンタルしてるんで、その辺のサーバー周りのことっていうのはレンタルサーバーの会社がやってくれるんですけど、それ以降のことですね。なんで、ブログの中の設定とか、セキュリティとか、あとはメンテナンスみたいなところって全部自分でやんなきゃいけないんです。 これ割と大変なんですよ。まあ僕はもうずっとやってるんで、それを大変って思うことはあんまりないんですけど、それでもやっぱりブログを始めて、そこでつまずく人っていうのが多い。特にパソコン苦手、インターネット苦手とかっていう人は。まあワードプレスやってるとわかりますよね。ワードプレスのバージョンが変わるから更新してくださいとか、プラグインの更新がとか、え、これ更新してもいいのかなと。変な風にならないかな。で、実際にまあバージョンを更新して、ワードプレスのバージョンとかプラグインの更新とか、 まあ、それこそと、そう、新しいプラグインを入れて、それでブログにアクセスができなくなる。で、これあるあるなんですよ。初心者あるある。なので、割とメンテナンスとか、そういうところのことっていうのも考えておかなきゃいけないなと思うんですけど、無料ブログの場合はね、なんとこの辺のこと何にもしなくていいんですよ。なぜかっていうと、その無料ブログは、まあ、運営会社がいるんで、そこのブログなんですよね。まあ、そこでブログを作らせてもらうんで、こちら側で別にセキュリティのこともメンテナンスのことも何も考えなくていい。そこの会社がやってくれるんで。だから、これめちゃくちゃ楽なんですよ。 初心者にしてみると。はい。セキュリティとかも考えなくていいんで。それこそね、ワードプレスだと、セキュリティのことを考えないと、例えば踏み台にされて、なんか他のサイトをハッキングされてしまうとか、まあ、ワードプレスを乗っ取られてしまうとか、これ割とあるあるなんですよね。はい。だからこれって気をつけなきゃいけないんですけど、でもなかなかね、初心者の人で、じゃあ何をどう気をつけていいのかっていうのは分からなかったりするじゃないですか。この辺のことを何も考えなくていいって。なんと素晴らしい。 はい。そんな感じで、まあ、無料でできて、すぐにやめることができて、あとは、セキュリティとか、メンテナンスのことを考えなくていいといまあ、この辺のメリットもあるんで。まあ、だから、基本的にアフリエートとか収益化をするんだったら、やっぱり、ワールドプレスをお勧めするんですが、まあ、何か理由があってね、無料ブログでやるっていうのを否定するわけではないので。はい。そんな中で、まあ、無料ブログサービスって、ほんといっぱいあるんですよ。まあ、20年ぐらい前かな。そのぐらいから無料ブログというか、まあ、ブログっていうものがね、こう一般に付き始めて、いろんなところが無料ブログサービスみたいなのを、 をやり始めて。まあ、それでいろんなところがやっていたりはするので、いっぱいあるんですけど、その中から、まあ、僕がお勧めする無料ブログサービスですね。このお勧すすめするっていうのは、アフィリエイトをやるとか、まあ、収益化をするとか、そういうところの、あれでお勧すすめだと思ってください。まあ、基本的にはアフィリエートですね。アドセンスとかそういうのは無料ブログだと基本できないので。はい、ということでやっていきましょう。まず一つ目、一つ目のブログが。 ノートですね。まあ、これをブログとカウントするのかどうかっていうのは怪しいところではあるんですけど、まあ一応今回はブログとしてカウントしました。で、まずノートのメリット。何かっていうと、もうめちゃくちゃシンプルなので、とにかく記事を書くことに集中できるっていうのが大きなメリットです。ノート使ったことある人ならわかると思うんですけど、基本設定何にもないんですよ。もう記事を書くだけです。はい。まあ、見出しとかね、リンクとか画像とか、そんなの当然入るようになってるんですけど、なんかそれ以外の設定とか何もないです。 だからめちゃくちゃわかりやすい。初心者でもノート使って、その技術的なことでね、操作わからないとか技術的なことで記事書けないっていう人は多分ほとんどいないはず。もうそのぐらいシンプルに作られている。僕も普通に今でもノート書いてますけど、まあ本当毎日のようにノート書いてるんですけど、やっぱり操作性はすごいシンプルでわかりやすいなと思います。で、さっきも言いましたけど、ワードプレスみたいに何か設定があるかとかって言われたら何もないし、まあすごいわかりやすいですね。 あともう一個。これね、最近変わったんですけど、ノートのエディターがブロックエディター対応になったんです。まあ、ブロックエディター対応ってね、ワードプレスやってる人だったら、ワードプレスの方も今ね、グーテンベルクっていうブロックエディターになってるんで、わかるのかなと思うんですけど、まあ、その辺で、やっぱね、ノートとワードプレスって、そのブロックエディターに対応してるんで、操作感が似てるんで、だから仮にね、ノートでまずブログを始めました。で、本格的にブログをやりたいなって言って、ワードプレスに移行したときに、エディターが同じような感じなので、 ま、その辺の移行っていうのが割とスムーズにできるんじゃないかなと思います。まあ、その記事の書き方っていうのが、まあ、全部同じなわけじゃないんで、仕組みが違うんでね。もちろん戸惑うところっていうのはあるかもしれないですけど、ただ本当に全く違うような、まあ、ブロックエディターから、例えば、ワードプレスのクラシックエディターに移行するとかってなると、もうこれはね、多分記事書けないと思います。もう書き方が全然違うので。なんですけど、ブロックエディター同士なんで、まあ、ここの互換性っていうのはある程度あるかなと思うので、まあ、もしワードプレスに移りたくなっても移りやすいっていうのがメリットですね。 はい。そしてデメリットもあります。ノートのデメリット。まず一つ目。まあ、これかなり大きなデメリットなんですけど、えっ、ー、と、Amazon 以外のアフィリエイトがノートできません。はい。知ってましたかノートで、だから例えば、ワードプレスとかでやるときに、まあ、アフィリエイトの大手で A8 とか Afib とか AccessTrade とか、まあ、いろんな ASP があるんですけど、そういうところのアフィリエイト、ノートは一切できません。これ利用規約で禁止されています。なんで A8 のリンクとか、 貼れないようになってるかどうか分かんないですけど、仮に貼れたとしても利用規約違反なんで、まあ普通にその記事が削除されるとか、そういうことになっちゃいます。まあ Amazon やる人は大体楽天も一緒にやったりするんですけど、楽天もできないです。あの基本 Amazon だけですね。はい、そこでしかアフィリエイトできないので、そこは注意する必要があるかなと思います。なので、まあ Amazon にある商品を扱うっていうんだったら、 まあそれしか扱わないっていう縛りにはなりますけど、それだったらノートで別にアフィリエイトするっていうのはなくはないかなと思います。はい。で、デメリット二つ目。二つ目はね、独自ドメイン使えるのが有料版のみです。で、この有料版しか独自ドメインを使えないっていうのは割とよくあるんです。独自ドメインって Yahoo だったら yahoo.go.jp みたいな。まあ URL のね、その前半の部分をドメインっていう言い方をするんですけど、無料ブログって大体独自ドメイン使えなくて、 有料版になると独自ドメイン使えるところが多いんですけど、ノートも同じ感じなんです。ノートも有料版で、プロ版があるんですけど、それだと独自ドメイン使えるようになります。なんですけど、ノートの有料版は基本的に個人使えないです。これ法人向け、企業向けに開放されているものなので、だから独自ドメインを使いたいから、有料版を使おうと思っても基本使えないです。で、あと月額利用料めっちゃ高いです。まあそもそも個人向けに開放されているものじゃないんでね。 そのお金がない人向けに開放されているわけじゃなくて、そのある程度お金がある、予算がある企業向けに開放されているものなので、月額5万円とかします。めちゃ高。だから個人がアピエートをやるときに、まあノートを使ってどうこうっていうのはなかなか難しいんですけど、まあしかも60万円を使うっていうのはね、これは難しいです。なのでそういうことはできないので、まあその辺っていうのは覚えておく必要があるかなと思います。まあさっきも言ったんですけど、えっと Amazon 以外のアピエートできないので、もう Amazon にある商品を 扱うっていう前提だったら、まあノートっていう選択肢はいいかなと思います。はい、まずこれ一つ目、おすすめのブログですね。はい、で二つ目、二つ目のおすすめブログ、アメブロですね。はい、アメブロはまあ、有名なんで、聞いたことありますかね。サイバーエージェントが運営しているブログサービスですけど、芸能人とかね、そういう人たちもよく使ってるブログなので、見たことある人も多いかなと思うんですけども、このアメブロのメリット。 もう一番ね、なんと言っても大きなメリットは、アメブロの中で交流して読者を増やせるっていうことですね。もうこれめっちゃ大きなメリットだと思います。ブログをやるとですね、まあ、ワードプレスとかでブログをやろうとすると、集客基本的に自分で全部やんなきゃいけないんです。まあ、集客しようと思うと、SEO で上位表示して集客をしてくるか、もしくは SNS をやって SN、SNS から人を引っ張ってきて、ブログに誘導するっていうことをしなきゃいけないんですけど、アメブロの場合は、もうそのアメブロの中でユーザーが交流をする、 とかコミュニケーションを取るっていうのが文化になっているので。だから、そのアメブロの中で交流して読者を増やしてっていうことができるっていうことですね。まあ、これはかなり大きなメリットかなと思います。ワードプレスでやってるとそういうことって基本的にはできないので。はい。なので、僕割と YouTube の中で対談をしたりしてるんですけど、その中でも、あの SEO で戦いにくいような領域っていうのは、アメブロを紹介したりすることもあります。ワードプレスでやるよりも、 まあ、ワードプレスでやったとしても、その SEO で上位表示したりするのが難しいと。そうすると集客できないわけで、結局集客できないと収益化できないじゃないですか。なんですけど、アメベロだったら、その SEO で上位表示できなかったとしても、アメベロの中で頑張っていろんな人と交流して読者を増やしていけば、少なからず牛入っていうのを増やすことができるので、まあそこで収益化につなげていくことができるんじゃないかっていう感じで、紹介したりすることもあります。はい。まあ、これ一つ大きなメリットかなと思います。 で、あともう一つ大きなメリットを言うとすると、多分アメブロなくならないです。ブログサービスって割とよくできるんですけど、なくなっちゃうものも多いんですよね。そのサービスとして廃止されてしまうことも多かったりするんですけど、まあおそらくアメブロが、まあそれはね、50年先、100年先まで残ってるかって言われたら、まあそれはわからないですけど、ただ少なくとも5年先、10年先でなくなるかって言われたら、まあなくならないでしょうと。アメブロ使ってるユーザーめちゃめちゃ多いし、 しかもね、やってる親会社がサイバーアエージェントなんで、まあ儲かってる会社なんで、別に今のところね、そのアメブロを多分やめるなんていう判断にはならないと思うので、まあ無料ブログやってて、そのブログサービスなくなっちゃったら当然自分のブログなくなっちゃうので、それはかなりの痛手になるので、長く続いてるっていうのも大きなメリットかなと思います。はい、ただ、アメブロにも当然デメリットあります。これ何かっていうとですね、アメブロの中にアメーバピックっていうものがあるんですけど、そのアメーバピック以外のアフィリエイトできません。 これも利用規約で禁止されています。はい、だからアメーバティックの中にあるアメブロの運営が認めた案件はアフィリエイトすることができるんです。なんですけど、そうじゃないとアフィリエイトすることができません。なので、普通のワールドプレスでブログをやってアフィリエイトで収益化をするってなると、A8 とか、まあその ASP にある案件を見て自分が紹介できそうなものの広告を自分のブログに貼って、まあそこで収益化をするわけなんですけど、それと同じようなことはできないです。 アメーバピックっていうのを使ってその中にあるアンチを扱わなければいけない。これは絶対覚えておくことですね。なんで勝手に、えっと、アメブロにそこら辺の ASP のリンク貼ったりしてやると普通に利用規約違反でアカウントをバンされる、ブログをバンされてしまう可能性があります。で、そこに付随するもう一個のデメリット、何かっていうと、アメブロの場合は利用規約が割とよく変わるんです。これアフィリエイト周りの利用規約も結構よく変わります。 まあそんな年に何回もコロコロ変わるとかっていうわけではないんですけど、これね、実はアフィリエイトに関しては、えっとね、ダメだったのが良くなって、もう一回ダメだ、ダメになって、みたいなのを繰り返してるんです。まあ最近はこのアメーバピック以外のアフィリエイトはできない。まあてかアメーバピックの中だったらアフィリエイトできるよみたいになってるんだけど、昔は多分できたんです、アフィリエイト。おそらくですよ。あまり覚えてないけど。でもそれがいつしかできなくなって、で、一時期またできるようになったんです。 で、またそれができないようになってるんです。みたいに、こうやってくるくる変わってるんで、だからそれがどうなるかわからない。まあ、これ困るじゃないですか。だって収益化できた、頑張って収益化できるようになりましたって言ったら、利用規約変わってアフィリートできなくなりましたって言ったら、じゃあどうするっていう話になる。はい。なので、まあ、ずっとね、長いこと、ここで収益化をしていくっていうのはなかなかデメリットあるのかなと思うんで、まあ、これはね、ぜひ覚えておいてください。はい。で、あと、独自ドメインについての話もしておきたいんですけど、アメプロの場合は独自ドメイン使えないです。 これ、有料版でもアメブロの場合は使えないです。独自ドメイン。なので、ここは注意が必要です。で、さっき触れなかったんですけど、ノートのところで独自ドメイン話の話をしたときに、独自ドメイン取っておくと何がいいかっていうとですね、例えば、無料ブログをやります。で、そのときに、まあ、独自ドメイン使おうと思うと大体有,有料になるんで、無料ではできないんですけど、あの、独自ドメインを使っておくとですね、後で、例えばワールドプレスに移行したいときに、その同じドメインで移行することができるんです。 そうすると SEO とかそういうものの力を引き継げるんで、まあいいんですよね。結局独自ドメインを使ってないで、アメブロだったらアメブロ .jp かなっていうドメインなんですけど、そのままブログやってしまうと、ワールドプレスに移行した時にもう全部1からになるんです。1からっていうか0からっていうか、もう本当にもう最初からのスタートになってしまうので。だから基本的に独自ドメイン使っておく方がいいんですけど、アメブロの場合は独自ドメイン使えないです。はい、なので、ここはまあ注意をした方がいいかなと思います。 はい。で、最後は三つ目ですね。三つ目、おすすめブログ、無料ブログ、ハテナブログですね。まあ、この無料ブログはアフィリエイトでよくおすすめされることがあるので、聞いたこともある人もいるかなと思いますけど、まあ、ハテナがやってるブログサービスですね。で、ハテナブログのメリットは、まあ、アフィリエイト OK なところですね。もう、これがめちゃくちゃでかいです。今日紹介した、えっ、ー、と、ノートとかアメブロっていうのは、アフィリエイトできるんだけど制限がかなりきつい。でも、ハテナブログの場合は、そこまでの制限が少ないので、まあ、制限緩いので、 だからアフィリエイトやりたいんだったら、まあ現実的には、ハテなブログとか、その辺が候補に上がってくるかなと思います。ただ気をつけなきゃいけないのが、まあアダルト系とか、なんかマッチングアプリでもアダルト要素強いものあるじゃないですか。そういうものっていうのはアフィリエイトできなかったりはします。はい。なので、一部制限はあるんですけど、ただ他の無料ブログサービスに比べたらかなり緩いので、まあアフィリエイトやるんだったら、ハテなブログっていうのは、まあかなり、 有力な候補になるかなと思います。ただデメリットあるかないかって言われたらデメリットあります。で、これ何かっていうとですね、ハテナブログのデメリットは、えっと、収益を目的としてブログ運営するってなると、連絡先を明示する必要があるんです。これ知らない人もいるかもしれないんですけど、ハテナブログでアフィエイトをやるときに、連絡先を明示しないでアフィエイトやるってダメなんですよ。これ規約違反なんです。で、連絡先っていうのをちゃんと全記事から、えっと、そこの連絡先に飛べるようにリンクをしなければいけない。っていう決まりがあります。 で、連絡先って何なのっていうと、ま、連絡が取れるメールアドレスだとか、あとは別にメールアドレスさらたなくても、えっと、Google フォームとかで連絡取れるようなフォームを作ることができるんで、ま、そういうものですね。ま、いずれにせよ、ちゃんと連絡が取れるようなものっていうのが必要です。知らない人がいたらね、ま、ぜひ気をつけてください。だから、アフリエイトとか、そういうものって収益目的じゃないですか。お金稼げた目にやるだけなんで。だから、そういうもの、アフリエイトで収益化するために、 ブログを運営するんだったら、ちゃんと連絡先を明示する必要があるので、気をつけてください。はい。で、えっと、独自ドメインの話もしておきたいんですけど、えっと、ハテナブログの場合は、有料だったら独自ドメイン使えます。はい。ノートとか、まあ、アメブロの場合はね、独自ドメイン使えなかったんですけど、ハテナブログの場合は、独自ドメイン使えます。なんですけど、まあ、これも、まあ、デメリットなんですけど、何かっていうと、独自ドメイン使おうと思うと、月に1000円かかります。まあ、ハテナブログの有料版を使うんですけど、そうすると1000円かかる。 年払いにするともうちょっと安くなります。年払いにすると700円ぐらいなんですけど。まあそれでもそことこするわけですよ。で、こうなった時にね、月に1000円するんです。月に1000円するんだったら、普通にワードプレスの方がいいんじゃないっていう話ですね。ワードプレスを使ったところで、まあ月に1000円ぐらいなんですよ。レンタルサーバー。だったらその方がいい。もう全部自分の思い通りにできるんで。 わざわざ月1000円払ってはてなブログで独自ドメインを使う意味がどこまであるかって言ったら、まあ、かなり微妙かなと思います。で、まあ、無料ブログをお勧めしない理由ね、あの冒頭でも基本的にはワールドプレスをお勧めするよと、どうしても無料ブログでやりたい人向けの話だよって言ったんですけど、なんで無料ブログをそんなにお勧めしないかっていうと、結局ね、どこまで行っても赤番のリスクがあるからなんですよね。はい、これも冒頭で言ったんですけど、結局、ワールドプレスってなると所有者は自分なんですよ。 ドメインの所有者もそのブログの所有者も自分なんですけど、無料ブログサービスって結局運営会社がいて、そこの中でブログをやらせて,てもらっているっていうだけなんで、そのブログの所有者って基本的に自分じゃなくて運営会社側にあるわけです。だから運営会社がこのブログはダメだって思ったら、もうそれでまあバンされる、削除されてしまう可能性がある。で、特に何も悪いことしない、思い当たることが何もなくても、でも運営会社がダメだって言ったらダメなんです。だって向こうのものなんで。 運営会社のものなんで、こっちが何か言う権利があるかって言われたらない。で、これってかなり大きな問題なんですよね。まあ、収益化するためにやるってなると。それこそ、月にじゃあ、10万円、めちゃめちゃブログ頑張って稼げるようになりました。そしたらなんか理由はわからないけど、運営側にブログを消されてしまいました。これね、昔からめっちゃよくある話なんです。 まあ10万どころじゃないですよ。100万でも500万でも1000万でもそのぐらい稼げるようになりました。でも急にブログ消されましたって。まってよくあることなんで。まあシャレにならないじゃないですか。そんなことになっても。だから基本的には無料ブログをお勧めしないっていう感じですね。まあ無料ブログでやるにしても、まあ基本的には独自ドメイン使った方がいいかなって感じなんですけど、ただ独自ドメインを使おうと思うと、有料版使わなきゃいけないんで、そうすると、まあ無料ブログでやるメリットっていうのはどこまでやるのかなって感じですね。はい。まあただ、あの冒頭の方でね。 メリット、無料ブログのメリットの中で、そのセキュリティのこととか、メンテナンスのことを考えなくていいよっていうのを言ったんですけど、まあ、この辺にどこまで価値を感じるかですね。人によっては、もうこれがめんどくさすぎると。だから、ワードプレスをやるっていうのが自分にとっては負担がめっちゃあるから、お金を払ってでも無料ブログでやる方がいいっていう人もいるかもしれないので、まあ、そういう人にとっては、まあまあまあ、派テなブログの無料版で独自のーを使ってっていう選択肢もなくはないかなとは思うんですけどね。はい、ということで。 おすすめブログとして、ノート、アメブログ、ハテナブログを紹介してきました。で、その他にも無料ブログサービスいっぱいあるので、えっと、その他の無料ブログとして、ちょっとだけ、えっと、3つだけ触れたいと思います。もうこれ簡単に、さらさらっといきます。えっと、まず1つ目、A8 がやってるファンブログですね。まあ、質問出てきそうだったんで、これについても触れておこうと思います。で、A8 のやってるファンブログっていうものがあるんですけど、まあブログサービスね。まあ、ブログができて、A8 のアフィリエイトとかできるんですけど、 うん、ぶっちゃけ、これに関しては、まあ、そんな使うメリットないよな、と思います。なんかわざわざ、その A8 のファンブログを使うメリットがあるかって言われたら、そんなにない。その A8 のファンブログだと、多分 A8 の審査とかなしで、速攻で A8 の広告が貼れたりするんですよ。多分そのぐらいです。メリットというのは。でも別に A8 の審査ってそんな厳しいかって言われたら、別にそんな厳しくないんで。 当然、広告ごとの審査があれば、その審査っていうのは同じように受けなきゃいけないので。だからそんなにそれが大きなメリットになるかって言ったらないので。んじゃあそれ以外はっていうと、まあそんなに特にメリットないかなって感じですね。あと、まあ僕は A8 のハンブログ絶対使いたくないんですけど、これ何かっていうとですね、これ多分普通にサービス終了あり得るんですよね。A8 の場合は。だって A8 って ASP なんで。そのブログをやるっていうのがメインの授業じゃないじゃないですか。っていうことは、これがあんまりうまくいかないってなったら、 サービス終了させちゃう可能性あるわけですよ。まず、あ、やっぱ事業的に見たら、それは赤字になってしまっているってなったらね、まあ今赤字とかそういう話ではなくて、将来的にじゃあ赤字になりましたって言ったら、それでもじゃあその事業を継続するかって継続しないじゃないですか。だって別にそれをメインでやってるわけじゃないんで、それ継続しなくたって別にいいわけなんで。ってなったら、まあいつまでこれが残ってるかもわからないし、別にそんなにメリットもないかなって言ったら、まあ僕は使わないかなという感じですね。 はい。そして、その他のブログ。二つ目、ライブドアブログですね。まあ、これもすごい有名なブログサービスで、僕も昔から、まあ、お世話になってる。まあ、今は使ってないですけど、本当、ブログ始めた17年ぐらい前。っていうのは、ライブドアブログとかも結構使っていたんですけど。はい。で、これについて、まあ、デメリットを言うとですね、あのー、ライブドアブログって、これね、めっちゃ癖が強いブログサービスで、一個、他のブログサービスには、多分ない。大きなデメリットあって、 これね、何かっていうと、スマホで広告非表示にならないんです。まあ、要はライブドア側がね、広告を出すわけですけど、別にその広告って自分に収益入ってこないですよ、何も。ただライブドア側が広告を出してるんですけど、これがね、非表示にできないんです。これ結構すごくないですかあの、無料ブログサービスで、えっ、ー、と、広告を出すって、出しているとこあるんです、会社側が。これ何かっていうと、無料でやらせてあげる代わりに広告を貼らせてね、っていうことなんですけど、 でも大体の無料ブログサービスが、有料版にするとこの広告消すことができるんです。まあ、だから、広告を非表示にしたかったら、有料版使ってねっていう感じで、有料版に申し込ませることが多いんですけど、ライブロアブログの場合はね、スマホの広告は、有料版使ったところで非表示にならないんです。これはね、なかなかえぐい。で、ライブローブログって、まあもともと無料版と有料版があって、有料版にするといろんな機能を開放されるんですけど、こっちの有料版が、えっとね、全部開放になったんです。 これいつだったか結構何年か前だと思うんですけど、全部解放になったんです。はい。なんですけど、えっと、じゃあスマホの方の広告を非表示にできるかって非表示にできないです。で、ただこれ特定の条件があって、特定の団体だけは、このスマホの広告を非表示にできるんです。まあそういうプランみたいなのがあって、その審査に通った特別な団体だけですよ。でも個人がその審査通すっていうのは多分できないです。まあ僕ライブラーの中の人じゃないんで、通るかどうかっていうのは、 わかんないんですけど、そこに書かれているのは、えっ、ー、と、NPO とか、あと行政とか法人とか、あと教育機関。こういうところは審査に通ると広告を非表示にできるっていうプランもあるらしいんですけど、まあでもこの書き方だと多分本当に特別なところで、その個人の人がじゃあアフリエイトやりたいから広告を非表示にし,示にしてくださいって言ったところで多分非表示にならない。で、当然そんな広告なんて出てたら、アフリエイトなんて発生しなくなってしまうので、まああえてライ,ブドアブログライブドアブログを使う意味があるかって言われたらまあ多分ないかなという感じですね。 はい。そして最後、FC2 ブログですね。FC2 ブログはですね、僕非常に思い入れがあって、それこそ17年前にアフリエイトを始めた時に、一番最初にお世話になったブログが FC2 ブログでした。僕、FC2 ブログで最初のブログを立ち上げてアフリエイトを始めたんですよね。まあ残念ながら、それでは全然稼げなかったんですけど。はい。まあ当時なんで FC2 でブログを立ち上げたかっていうと、FC2 が SEO に強いと言われていたからですね。で、多分ね、当時は本当に強かったんですよ、FC2 ブログ。 はい。まあ、今はね、もうそんなことないと思いますけど。で、FC2 は、まあ、これ今でもそうだし、昔からそうなんですけど、あの、テンプレめっちゃ多いんです。なんかいろんなテンプレ用意されていて、その中から、まあ、ポチって押すと自分のブログの見た目が変わる。まあ、他のブログでもあったりしますけど、まあ、そういうテンプレの種類が多いっていうのは FC2 ブログの昔ながらの特徴かなと思います。で、もう一つ、FC2 ブログ、有料版が安いです。まあ、月に300円ぐらいから使えるので。はい、その辺っていうのも、 結構大きなメリットかなと思います。ああ、でもう一つ。もう一つは FC2 ブログアダルトいけます。まあ FC2 といえばね、アダルトのイメージ強い人もいるかなと思うんですけど、まあそんな感じで、まあアダルト系で儲かっている会社でもあるので、FC2 の場合はアダルト系もいけます。で、基本的にアダルト扱いたいってなると、他社全部ダメです。どこの無料ブログサービスもアダルトは扱えないです。はい、アダルト NG になってるんで、まあ利用規約違反になっちゃうんで、ね、まあそれこそ、 ブログ削除されてしまったりするんで。はい。まあそういうものを扱いたい人っていうのは f c 2ブログとかは割と、まあ候補としてはいいんじゃないかなと思います。はい。ということで、今日はおすすめの無料ブログを紹介してきました。まあただ、冒頭の方でも言ったんですけど、やっぱりね、アフィリエイトとか収益化したいんだったら、基本的にはワードプレスを使ってください。まあただ、何か事情があって、最初はお金をどうしても出せないから、無料ブログから始めたいとか。 まあそれとか、ワールドプレスをやってみたけど、もうどうしてもセキュリティのところとかメンテナンスとか、そういうところが自分にとっては負担が大きすぎるから、無料ブログの方でやる方がいいっていうんだったら、まあそっちの選択肢もありかなという感じですね。はい。ぜひ参考にしてください。ということで、今日のブログコーディーはこれで終わりにしたいと思います。 ブログの方をもっと勉強したい人のために無料メール講座もやっています。ブログ収益化まで体系的に教えているから、ブログを本気で頑張りたい人にはおすすめの講座になっています。文章力を鍛えたい人のために文章の書き方を直接自動する s ィオライティング実践講座もやっています。ブログで稼ぐには文章力が必須なので、ブログ初心者から中級者にはおすすめの講座になっています。どちらも興味があれば概要欄からぜひチェックをしてみてください。はい。では、ではこのままま Q&A に移っていこうと思います。 中地さんもともとパソコン得意だったんでしょうか最近ブログ作り始めたところですが難しくて、ブログやってるすべての人を尊敬します。これね、わかる。わ <laughs> かるっていうのは僕もブログ始めた時はめちゃくちゃ苦手でした。パソコン得意だったかって言われたら全然ですね。僕割となんか昔からパソコン得意だったんでしょうみたいに見られることが多いんですけど、全然ですよ。僕だって大学入るまで、まあ18で大学入ってるんですけど、ブログ始めたのも18歳なんですけど、それまでパソコンなんてほとんどやったことないんで。 なぜかっていうと、うちの親がパソコン苦手だからですね。まあ、父親は仕事でパソコン使ってたんで、多少は使ったんですけど、でも得意かって言われたら全くですね。もう得意でもないし、仕事だからしゃーなしでちょっと使っていたぐらいで、もう本当にそれでもちょっとなんで。はい。なので、ほとんどパソコンを使うっていう機会もなかったので、めちゃくちゃ苦手でした。だから何にもできなかったです、僕。本当に、だからブログを始めた時も、まあ今と違って、また情報もほぼなかったんで、SNS もないし、 ネットで探しても情報ほとんど出てこないんでて、マジ苦労しましたね、当時は。だから同じこと思ってました。でも僕も。みんなマジよくやってんなて <laughs> うん。まあだから人によってやっぱ得て増えてあるんでね、パソコンとかインターネットとかそういうのが得意な人もいれば苦手な人もいるんで、苦手な人はかなり苦労するのかなと思うんですけど。まあでもやってるうちにできるようになりますよ。今だったらそれこそ SNS もあればいろんなコミュニティもあったりするんで。 そういうところで相談したりもできるし、まあ YouTube とか、あとはブログとかね、いろんなものがあるんで、そういうところで情報もたくさんあるから、当時よりはまだやりやすい環境が整ってるかなとは思います。うん、まあでも、始めたての人は結構苦労するかもですね。なので、あの本当にその辺でめっちゃ苦労するっていうんだったら無料ブログっていうのも、まあ選択肢に入れてもいいのかなとは思います。まあそのワードプレスの設定とか、 まあそういうのをめっちゃ頑張ったところで別にそれが収益化につながるわけじゃないので。なんかそれって言ったら普通になんかもう土台を作ってるだけの話なんで、それができたところで収益化できるかって全く別の話で、やっぱ収益化しようと思ったらその役に立つコンテンツを作るとか SEO 対策をするとかそういうことをやっていかなきゃいけないんで。だからそこにあまりに労力を使いすぎて時間を使いすぎてしまうんだったら無料ブログでもいいのかなとは思います。ワードプレスでブログを始める前に練習でアメブロでやりましたが確かに 訪問者数やいいねが結構多くて初めての人でも楽しいですと。ああ、でも本当そうだと思います。アメブロはね、アクセス集まりやすいですね。なんかそういう仕組みがあるんで。ただ、アメブロは芸能人が多くてエンタメ見る感覚になってしまい、書く時間より見る時間が増えてしまったので、最近ログインしなくなっちゃいましたと。ああ、なるほど。まあでもみんな同じような人が多いってことですね。なんか自分でブログを書くっていうか、アメブロのブログを読みたいみたいな。まあでも、なんかそれはそれで使い方次第かなとは思うので、本編の中でも言ったんですけど、 SEO とかでなかなか厳しいようなジャンルとかだったらアメブロの中で交流して読者を増やしてなんかそこで例えば SNS のフォロワーを増やしてやっていくとかそういう戦略もありなのかなとは思いますはい普通にアクセスは集まりやすいと思います僕もアメブロとか全然やってたこともありますけど確かにアクセスは集まりやすいなと思いましたなんか別に全然その SEO とか上がってもないけどアクセス来るんでなんかワードプレスとかやってる人だったら何これってなるかもしれないですね ノートの有料記事販売はメリットでしょうかあー、まあ確かに触れなかったですけど、それはそうかもしれないですね。何か有料で売るようなものがあればノートでそのまま売れるんで、それはそれでメリットかなとは思います。ワードプレスだと有料記事の販売方法はどうするのが一般的でしょうかえ、てかワードプレスでも別にノート使えばいいじゃないですか。えっ、ー、と、普通にワードプレスをやってて、なんか有料で出したいやつは、えっと、ノートの方で書いて、ノートで有料で、 その有料の記事欲しい人はこのノート買ってくださいでノート売れば。まあ、それが一番楽だと思います。はい。まあ、ただ手数料かかりますけど、ノートの場合だと15%から20%ぐらいは手数料かかると思うので、だから1000円のノート売っても自分に入ってくるのは800円とかそんな感じですね。まあ、その辺ちょっと調べてみてください。まあ、ワードプレスでね、売るってなると、そのノートとか使わずに売るってこともできるんですけど、割合めんどくさいです。 ストライプっていう決済があるんですけど、ストライプっていう決済を自分で契約して、その決済システム使って、で、ワードプレスのプラグインとかで、まあその販売できるようになるプラグインやあったりするんで、そこの設定してとかってなるんで、まあそれできるんだったら別にいいし、やってる人いっぱいいますけど、めんどくさい。まあそうすると、えっ、ー、と、ノーってたからと、手数料が15%とか20%ぐらいかかるんですけど、ワードプレスの、えっ、ー、と、ストライプ使ってやると、ストライプって手数料そんな高くないので、 まあ、あくまでその決済代行業者なんでね。ノートみたいなサービスではないので。だから、手数料が、まあ、クレジットカード手数料で3.4%とかかな。多分そのぐらいです。手数料みたいなのが全然違うんで、自分に入ってくるものは大きくなりますけど、ただ自分でやることがめっちゃ増えるんで、うんまあ、そんなにおすすめはしないかな。最初のうちは。かなり、その金額が大きくなってきたら、手数料分ってすごいもったいなくなるんで、 そこは気をつけた方がいいですけど、まあ、例えばね、ストライプを使うことによって10、10%とか下がるって言うんだったら、100万円売ったら10万円ぐらい変わってくるわけじゃないですか。まあ、そうやって大きいですよね。だから、金額が増えてきたら、もちろん、そうやって、ストライプとか使って、自分自身で販売する方がいいんですけど、まあ、でも、金額が少ないうちにそうやったところで、別にそんなにメリットがあるかって言われたら、まあ、その手間がかかるとか、いろんなデメリットの方が大きいかなと思うので、まあ、後々の話かなとは思います。 白馬大地さん、ブログ記事の外注について、外注を考えた方がいいレベルってどのくらいになりますかまあ、とりあえず外注費を自分のブログ収益が賄えるぐらいになったらですかねうん、別に外注を考えた方がいいレベルとかってあるとは思わないんですよ。僕、お金があるんだったら別に最初から外注化しちゃえばって思います。自分に時間がなくて、でもお金はある。じゃあ外注して記事を書いてもらおうって別にない選択じゃない。別にありかなとは思います。 まあそれで書きるかどうかは別ですけど、そのどこまで行ったらいいかっていうのはもうわかんないんで、そのレベルなんて人によって違うし、どのぐらいのね、収益を目指してるかによっても違うので、なんとも言えないところなんですけど、まあでも外注費を自分の収益が上回るんだったら別にいい。だから3万円自分が収益あります。で、1万円はじゃあ外注さんに使おうっていうのは別にいいと思うんですよ。 まあ収益がなくて外注っていうのはおすすめはしないですけどね。いろんな意味で。まあ別にやってもいいとは思うんですけど。まあでも収益がないってことは、結局、なんか自分で記事書いたことないし、どんな記事書けばいいかわかんないってことなんで。外注さんにじゃあ何をどうお願いするって、お願いできないじゃないですか。その外注さんに任せて記事書いて、それが SEO で上がるんだったら、その人は自分でブログやってるはずなんで。その人がライターやってるってことは、その人は自分でブログやっても稼げないからライターやってるんですよ。 だからそれを SEO で上げるようにするっていうのは自分がやんなきゃいけないんですけど、経験ないとそれができないんで。だからお金を失って終わりになっちゃう可能性が高い。まあ、てかほとんどの場合そんな感じなんですけど。まあ、なんでとりあえず自分の収益が出る。まあ、ある程度自分自身が記事をかけて SEO で狙ってあげることができて収益を得られる。まあ、ここまでいったら別に外注化っていうのを始めてもいいかなとは思います。まあ、でもこれは向いてる向いてないもありますからね。人とのコミュニケーションが苦手だっていう人もいるんで。 やっぱ外注化なかなかできてない人も多いですね。もう僕はやっぱ自分で作業をするっていうのをやらないようにしてるんで、もう基本的には何でもかんでも、自分しかできないこと以外はほとんど外注化してます。まあ外注化って業務委託なのか、その従業員にやってもらうのかっていうのは別にしても。だからこういう生配信とか YouTube を撮るとか、もうこれは僕にしかできないんで、外注化の仕様もないんですけど、でもそうじゃないところ。だからブログの記事を書くとか、外注のライターさんとのやり取りをするとか、あと、 YouTube の動画の編集をするとか、そういうのは別に僕じゃなくても、そのスキルを持っている人たちだったらできるので、そういうものに関しては人にお願いをしているという感じですね。男ならブレイン。いや、それはわからない。ブレインは別に、でも、はい、まあ、おすすめはしないです。全然おすすめはしない。ブレインは無料でブログ作るようなサービスじゃないので、はい、普通にノートを使ってください。あ規模が違うと思います。普通に。ブログやろうと試行錯誤して、 SEO 設定、ワードプレスはフィンガーファイブでの設定、雑記記事かなを少し書いて、いや、雑貨記事なのかなまあ分かんないけど、雑貨か雑記か分かんないけど、えっ、ー、と少し書いて断念し、今のブログサイトを特化に変えようと思ってるんですが、記事数20から30ほど、放置期間1年半ほど、途中からブログ HP はホームページの略全部変えたりすると不利になったりすることなどありますかむしろ早く特化に変えるのはプラスでしょうかうわ、微妙ですね。 もう僕だったら、ドメインから作り直しちゃいます。正直。えっと、不利になったりすると思いますね。これで言うと。やっぱ放置してるって良くないんですよ。んだって、良くないでしょ。まあその情報を出しているところって、やっぱずっと最新の情報、最新で正確な情報を出し続けてるからこそ、信頼されるっていうところがあると思うんですよね。何でもいいんですけど、どっかの新聞社が、じゃあ1年半、 放置していて、急にまた再開しますって言って、その新聞読みたいと思うかって言ったら、多分ほとんどの人読みたいと思わないと思うんですよね。ブログも同じです。それは、えっと、毎日更新されてる方がいい。質の高い、正確な情報が最速で更新されてる方が、やっぱりブログとしての評価は高くなるので。だから1年半放置してるってのは s o 的にもあんまりいい話ではないので。しかも2、30記事ぐらいだったら、まあ正直僕だったら、新しく作っちゃいますね。 今のブログを引き継ぐっていう選択は僕だったらしないです。まあ、よっぽど評価されてるんだったら別なんですけど、ただ、よっぽど評価されてるんだったら多分放置するっていう選択になってないと思うので。ん、だから、プラスよりもマイナスの方が明らかに大きいと思うので。はい。まあ、実際マイナスになってるか分かんないですけど、マイナスになってるって嫌なんで、新しく僕は作り直します。まあ、そのまま昔のあんまりうまくいかなかったやつを引き継ぐっていうのも気分的にも嫌なんで。 現在医療職ですが、教育にも興味あります。オンライン家庭教師の特化ブログを立ち上げようと、今日、えー、とサイト設計を練っています。大テーマのキーワード、月間検索数は8000ほどなのですが、個人ブログがオンライン家庭教師の無料体験への誘導は可能でしょうか別に <laughs> できると思いますよ。また、大学生の時にアルバイトで家庭教師を4年間していたレベルの権威性では良くないでしょうかまあ、っていうか別にいいと思います。あの、もっと権威性あるんだったら、それはそれに越したことはないけど、ただそれは難しいじゃないですか。もう今更。 どうにもならないんで。ある中で戦わなきゃいけないので、じゃあその権威性で戦うためにはどうしたらいいんだろうっていうのを考えてください。権威性なんてあればあるに越したことはないんですけど。で、当然もっともつ権威性がある人もいるわけじゃないですか。じゃあそんな人に自分だったらどうやって勝つんだろうっていうのを考えるのがやっぱり大事なところなんで。まあそこにぜひ時間を使ってください。後藤さん、A8 の案件が3週間ほど経過しても、定型承認、 拒否にもならず反応がないんですが何か理由ってありますかえっと、理由はもうそういうもんだからですね。アフィリエイトって。えっと、全然3週間何ともな、うんともすんともいかないってもう普通なんですよ。もうそれはいろんな案件含めて全部普通です。だから理由なんてわかんないです。えっと、ただただ放置されているのか、その見て放置しているのか、それとも見てくれてもないのかっていうのはもうわからない。んだからまあ、やるんだったら a s p に問い合わせるぐらいしかないかなと思います。ただ問い合わせたところで返事返ってくるかっていうと、んまあ、多分返事返ってこないかなっていう感じですね。まあ、返ってくるかもしれないんで。 まあでも保管できることがないんで、まあ ASP にどうなってるかっていうのを問い合わせてみてください。担当者がいるとね、どうなってますかっていうのが言えるんですけど、そうすると、えっ、ー、とまあその、提携までに時間がかかる広告主ですっていうのを教えてくれたりとか、まあこう,こうこういう理由で提携できないらしいですとか、なんかそういうコミュニケーション取れるんですけど、担当者がいないともうコミュニケーション取れないので、まあ普通に ASP に問い合わせるぐらいしかないですね。まあでも理由はぶっちゃけ特にないです。全然普通に。 あることですね。まあ、あとジャンルとかにもよります。基本激戦ジャンルとかはそんな感じのところが多いですね。うーん、だから、例えば転職とか、クレジットカードとか、カードローンとか、そういうようなもの。まあ、遅いです。手が定型通らないことが多いです。厳しい、審査が。まあ、この辺も昔に比べて難しくなったところですね。昔だったら全然そんなの余裕で審査通ってたところ多かったんですけど。最近はそもそも定型できないっていうところも多いんで。まあ、でもそれは、あれですよ。 あの、僕らも同じなんで、僕でも全然審査に落ちてしまうってあるんで、提携できないとか全然あります。まあでもアフィリエイトってそういうもんだよねっていうぐらいしかないんですね。超特化ブログで記事数は30から50記事と YouTube でおっしゃっていますが、その記事数まで行った後の SNS 以外のブログだけの戦略作業について知りたいです。そのブログのリライトをずっとやっていく よううなことでしょうか同じようなジャンルのブログ、違うジャンルのブログを作っていくこともいいのでしょうか中居さんの考え、他の戦略などついて教えてください。え、別にないですね。なんかこれめっちゃ聞かれるんですけど、あの、なんかめっちゃ嫌な言い方させてもらうと、とりあえずそこまでやってみっていうのがもう本音なんです。多分やってないでしょ。ほとんどの人がそんな感じなんでで、30から50記事までって多分たどり着かない人がもうね、ほとんどなんですよね。そうやって思ってても。だからとりあえずそこまでやったらっていうのがもう一番。 まずそこまでやってから後のことを考えようと言って。なんかみんな割と先のことを考えたがるんですけど、それこそアフィリエイトを始める前から稼いだ後の税金のこととか、その税金の心配なんてもう稼ぎまくって1億円とか稼げてから考えたらいいと思いますよ。まあ1億円は言い過ぎか。いやでもマジで数千万とか1億円とか稼げるようになってから考えればよくて、で数百万とかでも税金の心配なんて別にする必要ないですけどね。まあ税金についてはそれは知っておく方がいいんですけど、もうそんなん本当後の話で。 だからあんまり先のことを考えてもいいことないので、とりあえず、まあ今のことを考えるっていうのが僕はおすすめですね。まあなんですけど、まあその話だけだとあまりにも不親切すぎると思うんで、一応話をするとですね、えっとブログ記事をある程度書いた、まあ30から50っていうのは別にいいんですけど、まあ自分がある程度先にこんな記事をこのぐらい書こうっていうのを決めたものが書けたんだったら、その後っていうのは別にそいつらをひたすらリライトしていくっていうのでもいいです。まあそのやり方してる人もいます。でもいいし、ただ現実的にはね、あんまそうならないことが多いんです。なんでかって言ったら、 えっと、リライトとかをしていたりするとですね。まあ、っていうとそのブログにずっと携わっていると、ああ、こういう記事も必要だよな、こういうことで悩んでる人もいるよなっていうのが出てくるんで、新しい記事も多少は書いていくことになるんで、もうちょっと増えていきます。はい。なんで、新規記事も多少書きながらリライトをしていくっていう感じですね。まあ、でもそれを、別にその後にどうするのかっていうのは割と自由で、えっと、超特化ブログで作ってるんだったらかなりテーマ絞ってると思うんで、それをちょっとだけ広げるっていうのも一つの選択肢だし、広げずにそのまま今の、えっと、記事数、 今のテーマのまんまでいくっていうのは別にそれでいいし、えっと、他にブログを作るっていうのはで別にいいです。もうこれは自由なんで、別にそこはもう本当に、その時々で違うっていう感じですね。バストロさん、ふるさと納税に特化したブログを書いていますが、単価が納税額の1%。 程度と低くて収益が上が上りません現在、始め方のいろはを書いた後は、特集を作るか返礼品レビューしかやりようがないと思っているので、今のブログはもう少しで更新やめて、別の単価の高いジャンルを模索中です。やっぱり単価は大事ですねと。まあ、はい、そうですね。えっと、ふるさと納税とかでやるんだったら、多分もうね、アクセスとかをめっちゃ集めてくるっていう前提ですね。だから、その納税額の1%って、だから100万円とか、 を、まあみんな合わせてね、100万円とか納税してもらったって1万円にしかならないじゃないですか。でもこれ1億円だったら100万円だし、10億円だったら1000万円じゃないですか。てか多分そんな感じです、やってるところって。もちろんフルス納税のアフィリエイトで儲かってるところありますけど、もうそれは本当に多分何十億円とか、そういうのを納税してもらうような感じにしていかなきゃいけないので、そもそも最初からもうその前提ですね。えっと、そういうのを作るっていう前提で戦略考えていかなきゃいけないので、 まあそこも考えられると良かったですよね。まあ単価っていうのはもちろんのことなんですけど、まあでも単価は最初から分かっていることなんで、その上でどうやっていくみたいな。だから別に1%っていうのがダメだわけじゃないんですよね。単価1%でも今言ったみたいにめちゃめちゃ売り上げ大きかったらそれで報酬になるわけで。まあそれこそアマゾンとかでも。アマゾンってその普通の ASP アフィリエイトに比べたら報酬安いですけど、報酬低いけど、それでもアマゾンで100万円とか1000万円とか売ってる人って世の中にいっぱいいるわけで。 だから良くないことって、まあ単価が低いのは基本的には良くないんですけど、でも一番良くないのは、その単価が低いところでどういうふうに収益を上げていくのかっていう戦略が何も入っているところが、やっぱり厳しいところかなとは思います。まあとはいえじゃあその戦略をどうするっていうのを考えるの難しいんで基本的にはじゃあ単価の高いものを扱った方がいいんじゃないっていう感じになります。戦略考えられるんだったら全然いいと思いますけどね。単価低いものでも。まあでも難易度は高いです。単価低いものでも受けるっていうのは。 まあ、はぐれた場合のビジネスって難しいんで。やっぱそこには資本とか認知度とかそういうものが必要になってくるんで。宮下さん、フェルマーにお願いをして某ゴルフレッスンの体験レビュー記事を書くことができました。おめでとうございます。おめでとうございます。実際に体験したので熱量を込めて記事を書きましたと、中井さんとの対談のおかげで勇気を出して合同できました。次は成果発生などの結果を出せるように頑張ります。はい、ぜひ頑張ってください。それはかったですね。そう、宮下さんね、毎日の対談出てくれて。 対談動画も上がってるんで、興味ある人はぜひ見てください。ええー、すごい。いいですね。なんかコンテンツとして面白いですよね。YouTube もやってるんで、ぜひ YouTube も興味ある方は見てほしいんですけど、プロゴルファーの方で、そのゴルフレッスンの体験出ていくって、普通に気になりますよね。プロゴルファーの人が体験レッスン行ったらどうなるんだろうっていうのは申し込む人にとってみたら、やっぱり興味ある関心事だと思うので、なんかそういうコンテンツを増やしていけるといいですね。やっぱりそれでいいことを書いてもらえるんだったら、向こうとしても嬉しいわけで。 そのゴルフレッスンやってる側としてもプロゴルファーに認められるっていうのはやっぱ嬉しいんで。はい、まあ次ね、結果出せるようにぜひ頑張ってください。まあでもそういうの本当に他でもいっぱい横展開していくといいかなと思いますね。そんなの他の人はできないんで。例えば僕なんかがゴルフレッスン行って体験レビューするって、もちろんそれはそれで素人だからこそ書けることっていうのもあるんですけど、やっぱりそのプロの方の目線だと全然違う見え方がすると、見え方すると思うんで。だから僕には書けないコンテンツだと思うので。 えっと、ノブログさん、自動車学校で元教習指導員をしていました。7年間勤めて資格も全て取り終えた経験をもとに、普通自動車の技能試験攻略ブログを作ろうかと検討しているんですが、上位に表示されている競合が自動車学校ばかりになっています。多少の実績があっても、競合が企業の場合は難しいでしょうかあぶっちゃけ難しいですね。えー、っと、その多少の実績があって、競合企業でそれで上がるんだったら、みんなそんなに SEO ヒーヒーいってないので、難しいです。 難しいかどうかで言えば、うん。っていうか、どっちかっていうと、一番の問題は何売るっていうのが一番の問題じゃないと思います。普通自動車の技能試験、攻略ブログで何売りますあんまり売るものが思いつかないんですよね。その免許の合宿とか、そういうのがあっても売れないですよね。だって、 普通自動車の技能試験の攻略ブログ見ようとしてる人って、もうすでに教習所とかに通い始めてる人ですよね。通わない人がそのブログ見ないと思うので。ってなったらそんな合宿とかそんなのも売れなくなるし、マネタイズするところが難しいなと思います。できたとしても。なんかもうちょい別の切り口の方がいいような気がするけどなまあそれが何なのかって言われたらわかんないけど。資格もすべて取り終えた経験があるなら、なんかもっと違うやつの方がいいよね。例えば、 あるじゃないですか。一発で免許取れるやつ。例えば大型とかのやつで。運転試験場行って一発で免許取るみたいな。なんかああいうのの攻略ブログとかの方が面白そう。需要もあるだろうし。僕の知り合いでも一発で試験取るみたいなのに結構行ってる人いましたねで。なんか面白かったですね。その話も。結局、やっぱ乗ったことないもんで一発で取れるかって言ったらやっぱり一発では取れないんで、最初の何回かはもう練習のつもりで いくみたいな。まあ、どっちかって言うとそっちの方が重要あるのかなと思うんですけど、なんかそんな感じで、なんか普通にやってもやっぱあんま面白くないんで、なんかそれって本当に教科書と何が違うのとか、なんかその教習所で学んだら別にそれでいいじゃんっていう話になっちゃうので、やっぱそうじゃない。自分のブログを読んだ方がいいよっていうのは何か作れるといいですよね。 ええと、ブログさんどうやって収益化するかについてはちゃんと考えていませんでしたと、他に競合と戦えそうな気がしないうか考えてみます。はい、ぜひ考えてみてください。あの、いつも言うんですけど、あの、とにかく、収益化考えてください。収益化のためにブログやるわけじゃないですか。あの、趣味でブログやるんだったら全然いいんですけど、お金を稼ぐためにブログやるのに収益化考えてないって結構、なんか謎なんで、何のためにブログやるのってなっちゃうので、まあそういう人多いんですけど、あの、収益化をするためにブログやるんだったらマネタイズ考えるっていうのは絶対にやらなければいけないことで、 はい。ぜひ考えてください。あの、とにかく、集客とマネタイズです。考えなきゃいけないのは、えっと、どういうふうに集客するのっていうの。これは、えっと、その記事を書いて集客するとか、そういう話じゃなくて、もうそれはブログとブログがブログとしてあるために、絶対やんなきゃいけないんですよ。なんか、小崎豊かみたいになりましたけど、今。あの、ブログがブログであるために記事は書くじゃないですか。こんなのブログやってる人で記事書いてない人なんていないので、それはもうブログじゃないので。だから記事書くは別に集客方法じゃないんですよ。 ブログ記事を書くっていうのは前提としてどうやって集客するのっていうこと。じゃあどういう記事を書いて集客するとかそういうこと。じゃあ果たしてその書こうと思ってる記事を書いて集客できるのみたいな。最終的にそれが SURL があるかどうかっていうのは結果論になるんでわかんないんだけど、でもそもそも賞賛ないんだったら多分うまくいかないから <laughs>、ちゃんと賞賛のあるようなやり方をする方がいいし、マ、ま、ネ、あ、タイドも同じですね。何を紹介するのどこでお金を得るのっていうのは大事なことで。まあこれもないんだったら、結局後でめっちゃブログ頑張ってやってるけど、 マネタイズするものがありません。どうしますみたいな相談めっちゃ多いんですけど、もうそれね、ほんと、うまいこと考えつくパターンも多い、あるんですけど、でもそうじゃないことが多いので、もうでもマネタイズするものないから、もう他でブログやってくださいってなって、もう一からブログやり直すっていうケース多かったりするんで。だからそうならないためにも、とにかく集客とマネタイズを考えてください。もうこれなんで。集客マネタイズ。一番大事なの。で、集客のために、もう一個言うと、集客のために重要なのが差別化ですね。で、差別化のところで重要なのが、えっと、 ブログの USB です。まあ、要するに、あなたのブログ,ログだけの強みは何ですかっていうのをめちゃくちゃ考えてください。これがないと戦えないし、今 SEO で上げていくとか、ブログで収益化するっていうのはなかなか難しいので、ね。ただただ自分がこれが得意です。じゃあこれを書いて収益化できるかって言ったら難しい。例えば自分が料理が好きだから料理のことを書いてブログでお金稼げるかって言ったら難しい。なるなら自分よりも料理が好きな。 好きで得意な人っていうのが世の中には困っていけば、料理研究家みたいな人たちも山ほどいて YouTube やってる、ブログやってる。で、めちゃめちゃその人たちは SNS のフォロワーもあります。そこに自分が誰も知らない、ちょっと料理好きな自分がブログやってそれで稼げるかって言ったら難しいんです。まあ、できるかもしれないですよ。でもうまくいく保証がなさすぎる。まあ、だからちゃんとその辺のことを考えてね、やってみてください。まあ、難しいかもしれないけど、まあ、でもお金稼ぐことは難しいことなんで。で、考える方が絶対に成功率も上がると思うんで、ぜひ頑張ってください。 エアタイムさん、タイピングが上達しません。記事を書くスピードが遅くて自分にイライラします。中地さんならタイピングソフトで練習する暇があったら記事を書いて早くなるように努力ですか僕は全然早くならないんですが、タイピングソフトをやったところで効果があるか分かりません。早くタイピングできることが知っていたら教えてください。早くタイピングできることとりあえずですね、あれなんて言いますニュートラルポジションみたいなのをとりあえず覚えるっていうのは大事なことだと思います。あんま知らない人いますけど、あのキーボードの、まあ、今僕が 触ってる。この辺に印がついてるというか、なんていうんですか、点みたいな、印みたいなのがあって、まあ、ここに人差し指を置いてタイピングするんですけど、まずこのポジションを覚えるっていうのは大事なことだと思います。結構知らない人いて適当に打ってたりするんで。で、あとはもうひたすら打つことですね。ぐらいしかないんじゃないかなと思います。タイピングソフトやるぐらいだったら、その時間あったら記り書く方がいいですね。えっと、指の正しい位置覚えて、あとはもう打ちまくるっていうぐらい。 だと思います。まあ、でも、タイピング速度を速くするっていうのはめちゃくちゃ僕は大事なことだと思っているので、まあ、それはなんとか努力する方がいいんですけど、じゃあ、鍛えればめっちゃ速くなるかって言われたら、もうぶっちゃけ人によると思うんですよ。まあそれこそタイピングが日本一速い人って言いますけど、じゃあ僕めっちゃ頑張ったところって多分日本一にはなれないんですよね。どんな,どんなに頑張っても。だから、まあある程度のところまでいったら、割り切る必要があるかなとは思うんですけど。まあ,あとはタイピングなるべくしなくてもいい。 ようにするっていう感じですかね。例えば音声入力とかそういうのも今はね、精度高くなってきてるし、音声入力で記事書いてる方って結構いたりするんで。まあ、あと人によってはスマホで記事書いてる人とかいたりしますからね。これ割とブログで収益あるような人でもスマホだけで記事書いてますみたいな人いたりするんで。すげえなと思います、それは。僕はできないですけど。あの、そんなイライラして多分ブログやめちゃいますけど。だからある程度そのタイピングが早くなるように練習するっていうのは大事なことだと思うんですけど、うん、でもそれでも限界があると思うので。 なるべくタイピングしなくても、切りかけるようにするとか。まあそういう方向でも考えてもいいかもしれないですね。えー、印があるのは初めて知りました。いや、それはマジ知っといた方がいいですね。じゃあ、キーボードには印があるんで。えー、っと、F と J ですね。改めて、F と J に印があるとかって、あんまり意識したことないですけど。でもタイピングするときはとにかくずっとこれ触ってます。てか、これなくなったら僕タイピングできないです。まあ特にブラインドタッチみたいなことをしようと思うと、これないと自分の指がどこにあるかわかんなくなるんで、 たまになんかこの印を見失って全然違うもん書いてるときありますね。なんか例えば1個ずれたところでずっと打ってるみたいな。<laughs> なくはない。あれなんか変な打ってんなみたいな。ずっとここに指を置いて打つっていうのは、やっぱね、意味があるんですよね。これも。こんなのもなくていいんだったらこんな印もないわけで。でもやっぱりこれがあることによって打ちやすくなるからこそこういう印があったりするんで。まあぜひ。まあ僕が使ってみてくださいっていうのも変な話なんですけど、まあぜひぜひ。 タイピング速度は本当に大事だと思うので、ぜひタイピング速度上げられるように頑張ってください。その文章力を上げるっていうのを僕すごい言うじゃないですか。文章力を鍛えるとブログで稼げるようになるし、ブログゲアでも、例えば本業の仕事で評価されるとか、そういうのっていろんなところで言ったりするんですけど、タイピング速度もね、割とそこまでじゃないですけど、文章力を鍛えるほどじゃないけど、なんか近しいものがあると思ってます。タイピングの速度がそれこそ1.2倍になる。 なって、結構、驚異的なことで、今までと同じ時間だけ記事書いてても、結局1.2倍かけるわけなんで、それってやっぱ生産性も爆上がりは爆上がりなんですよね。だから今すごいタイピング遅い人って、ある程度タイピングが早い人が、その1.2倍にするって難しいと思うんですけど、遅い人だったら、全然多分タイピングの速度を2倍にするとかってそこまで難しくないと思うんですよ。まあ今言ったようなね。 キーボードには印があって、そこに人差し指を置いてやろうねとか。はい。まあ、そういう基本的なこともあると思うんで、そういうの勉強してもらったら、ある程度早くなるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、やっぱそしたら、当然ね、同じ時間で1.2倍とか、まあてか2倍か。タイピング遅い人がタイピング速度が2倍になれば、当然めちゃめちゃブログやる上で有利になるので、うん、だからタイピング速度を鍛える、タイピング力を鍛えるっていうのは本当にぜひやってほしいなと思いますね。 それこそ昔からタイピングソフトってなんかゲームみたいなのっていっぱいあるじゃないですか。まあああいうので鍛えるとか別にあれじゃなくても鍛えられるんですけどでもああいうのでやっぱ楽しみながら鍛えるとね、楽しくタイピングできるじゃないですか。でも記事書くってやっぱそんなに楽しいって思えない人が多いですよね。やっぱそのこう記事書くのは苦行だとかなんかそうやって思ってる人多いと思うんですけどそうするとどうしてもこうタイピングする時間が少なくなるんですけどまあでもじゃあ えっと、記事は書きましょうと。記事書かなきゃいけないので、記事は書いてほしいんですけど、じゃあブログやってる時は記事を書きましょう。で、それ以外の、例えば、じゃあ今までだったらゲームしてるとか、映画見てるような時間も、そのタイピングゲームみたいなのをして、ゲームする感覚でタイピングすれば、当然タイピングの練習する時間が増えるんで、タイピングも早くなるよねっていう、めちゃめちゃ単純な理由で。はい。まあ、本当にいろんなゲームがあったりするんで、まあ、そんなんやってみるといいかもしれないですね。ちなみにタイピング力を測るので、有名なやつ、寿司だっていうのがすごい有名ですね。 はい。寿司だって寿司ですよ。お寿司の。あの、食べるお寿司の寿司ですけど。まあ、やったことない人はね、ぜひ寿司だとかやってみてください。はい。こんな感じで、お寿司が流れているんで。ま、あこういう感じでいろいろ練習コースとか性格重視とかいろいろあるんですけど。まあ、大体普通でやるかな。まあ、あとこの辺に関しては、なんか、自分のタイピング速度に合わせて選んでください。まあ、お手軽が一番簡単で、こっちの高級っていうのは難しいやつですかね。一回試しにやってみますか。 まあ高級にすると2分もあるんで、お手軽の60秒で。ハイデスペースかエンターテーをストスタートって感じで。こんな感じです。短い。間違えた。 わかんなくなってきた。間違えた。すごい黙ってしまうわ。喋ると分かかなくなる 間違えた。<laughs> はい、こんな感じです。ミスタイプ17回ということで、めちゃ間違えてますけど、まあ喋りながらだったら見許してください。まあこんな感じでできるんで、まあ自分のタイピング速度が上がったかどうかとか、そういうのがわかるんで、まあぜひ興味あればやってみてください。 えっと、ゆかこさん、タイピング以外も時間かかるので、なかなかタ業を進みませんが、2年前よりは早くなってるはずなので、コツコツ頑張りたいと思います。お寿司食べたくなりますね。<laughs> 確かに。寿司でやってるとね、お寿司が延々に流れてくるんで。うん、まあでもやってるうちにやっぱり、まあタイピングもそうだし、他のものも早くなってくるんで、やっぱ慣れは重要だと思いますよ。僕、17年やってるんで、まあそれは他の人よりも早いよねっていうぐらいで。エアタイムさん、僕にとっての神回になりました。ゆうさん。 中地さんが寿司だしていて個人的に神回です。よかったです。え僕の寿司だそんなにあれですか <laughs> なんかすごいあれですよ。多分それに喜んでくれるのは本当に一部のあの濃いウェブ食 TV ファンだけだと思うんですね。<laughs> ありがとうございます。まあじゃあこれからもたまに寿司だやりたいなと思います。だこういう実演系はちょっと面白いですよね。一回そういう寿司だ会作ってもいいですね。ブログのプロが寿司だ本気でやったらどのぐらいの点数出るか。 ちなみに、めっちゃ本当にもうこれちなみにの話なんですけど、昔よくやってた、あれいつだったかな大学生の頃だったかないつか覚えてないんですけど、週刊少年ジャンプあるじゃないですか。あの,のウェブ版かなんかのところに、タイピングのなんかゲームみたいなのがあったんですよ。ジャンプのウェブ版じゃないけど、なんの特設サイトみたいなところに。それがどういうタイピングゲームだったかっていうと、えっとね、ドラゴンボールのカリン島あるじゃないですか。あのカリン様がいるめっちゃ長い島。 あれを悟空が登っていくみたいな。だからタイピングするとガガガガって悟空が登っていくみたいなタイピングゲームだったんですよね。昔そういうのがあって、それをめっちゃやってました。まあでもそれで早くなってたと思わない。まあ、それは本当にただのエンタメとして楽しくやってました。タイピングを鍛えたりとかじゃなくて、たまたまそういうのを見つけて、あ,あ、楽しいなと思ってやってました。まあでもなんかそんなのがいろいろあったりするんで、なんか楽しくやるといいですよね。 なんか今こうやって見ててもいろんなタイピングがある。週刊少年ジャンプのタイトルタイピングとか、鬼滅の刃タイピングとか、だかもガンダムとか北斗の剣とか、いろいろそういうのあると思うんで。だから自分の好きなもので遊んでみるといいですね。